はい、皆さんこんにちは。はい、結構人気番組になっております、困っているの110番の時間でございます。はい、インターコーダー言ってるだけですが、インターコーダーって困ってるから結構、まあ人気なんです。まあ一番人気はマジックの番組なんだけど、映画に似てないんです。映画ね、もうかなくなっちゃうんだ、本当に。いや、みんなね、まあいろんな話になっちゃいますよ。でもね、はい、YouTube で見る人が少なくて、そしてブログの方からたくさん見てる人があるから、これはね、なんとも言えないんです。でね、今回話したい内容っていうのは、最近のにとって、はい、僕らが若かった頃ずいぶん変わっちゃったなっていうね。それで果たしてこんなんでいいのかと、ね、政治なんかも韓国がいっぱい入ってきちゃったとかいっぱいあるじゃないね。それをね、こんなことを抜粋して席取れちゃった、ね、ちょっと話したいと思います、裏口入学の問題ね、これもねちょっと話したいんだ、はい、俺たちの。あと働きすぎとか過労死とかじゃない、これリゲイン飲んだらどうなるのって昔のやつに振りたいんですけどね。はい、ということで行ってみたいと思います。賛否両論、この番組はいろいろやっておりますので、それでは行きましょう。困った時の110番、はい、でね、裏口入学でなんとかがあったら東京医大、俺がねいつも泊まってる日本で、なんだろうな、東京ビジネスホテルっていうのは東京医大通りにあるんだよ。あ、歩いて5分も行かないうちに東京医大なんですね。そんな近いところなの。でね、これで裏口がどうだ、三段口利きだとかさ、ね、見返りでね、入学させ、俺ね昔考えたの、俺たちが大学に行く頃の時代、当たり前だったね、裏口入学は。よく聞いた話だよね。いやだからさ、いや裏口入学はフェアではないと思うよ、だけど裏口入学をする実力がないんだったら仕方がないから勉強して頑張って入学しようっていうのは、俺たちの時代だったと思うんだよ、本当に。だからね、それがどうしてこうやって急激に何かを、政権を叩くためにわざと、昔だったら大した問題じゃないのに大騒ぎするようになったんだろうなと。道具にされてるのか、そういう。だから鍋屋館がなんかさ、替え玉入学とか言って、鍋治の息子がね、なんか大学の時に誰か替え玉行ったりとか、これはこれでおかしい、これはちょっとね、ちょっと変だけど、替え玉入学っていうのはこれは偽物だ。裏口入学ってさ、俺たち大学出た時にね、寄付金いくら積みますかっていうのがね、私立大学で必ずあったんだよ。それね、アンケート欄があるの、それどう思う、入学した暁には寄付金いくら積みますっていう、あれをね、一口いくらで人何口っていうふうに書くってんだよ。学校のビジネスだね。当たり前だったよ。要するに二流ぐらいの私立大学は全部当たり前、ね、私立だったらあんのかもね。いやだからさ、そうだって施設費とか運営費なんだよ。でそれってさ、例えばやりませんって言ったら落ちるんじゃないの、だよね、選択の余地として。それが多いところが同点だったら絶対受かること当然でしょ。だってさ、ほらアメリカだってさ、いくらだけすごい金額をさ寄付なんかなんかするとさ、ほら、なんていうの、永住権取りやすい。そうそう、当たり前だよね。寄付っていうかね、税金を納めるんだよ、税金か、だからさ、日本ってさ、いつからそういう風になってきたのかなって、いい悪いじゃなくてね、俺ねそれすごく考えるの。他にもいっぱいあるんだけど、例えば、働きすぎでさ、過労死だ、どうたらこうたらパワハラだって言ってるけど、リゲインの CM って覚えてる時代そうだよね。黄色と黒は勇気の印って歌ね、24時間戦えますかだよ。そうだよね。だから24時間戦う、要するに企業選手が素晴らしい、偉いと言われてたんだよ。だったよね、あの当時ね、バブルの頃ね。いつからそうなったんだろう。俺なんかだから24時間戦えるまま今来てるからさ、今でも。そうだよね、そういう時代を生きてきてるからね。だから日本がどん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 弱くなってくるんだよね、それがね。パワハラとかさ、それもみんなそうだし。だから今考えちゃうと、そんな話がいっぱいあるの、セクハラにしても何にしてもパワハラにしても。あれもおかしな話で、やっぱゆとり世代が社会に出たらこうなっちゃった感じがするんだけど、だからね、俺さ、本当に思うんだけどさ、歌にはその時代のあれが流れてるから、明日があるさ、明日があるって曲あるでしょ、してる、もう来る頃もう来る頃ってさ、あれ待ち伏せしてて完全にセクハラだよね。あー、そっかそっか。そうだから、それってどうなんだろうな、いっぱい思うの。社会ってどうして、誰がいつ変えちゃったんだろう。今の世論のイデオロギーってどういうの、保守がやってるわけじゃないよね、右傾化がしてるわけじゃなくて、どうやら左寄りとか韓国とか中国の考え方が日本を弱くしようとしてるようにしか思えないんだろう。そうだね、それは思うね、でね、あとおかしかったらさ、ダウンタウンの浜ちゃんとなんかあれが黒人の格好して、ね、顔黒くなったら黒人差別だって大問題になった、あれも。で浜ちゃんたちはさ、そんなのさ全部関係ねえってやったけど、ラッツ&スターってどうなんだろう、昔のサメ。そうだよね、あれ国民じゃん。っていうか差別じゃなくて、それを目指してさ、そうなりたくてそうなってるわけだから、別に差別じゃないよね。だからさ、そんなこと言ったら何もモノマネできないわけだしさ、全てダメだよね、だからそれ日本だけでしょ。そうね、だからそういうのがあったって突っ張ればいいだけだよ、差別じゃねえこれは、そうだよね、それでいい
いのに、どこだっけ、そうだったの、イギリスだけ突っ跳ねたんだっけ、なんか、あ、イギリスは平気で突っ跳ねたんですか、うん、すごいかっこいいよね、そうするべきだよね、うん、だからね、それ考えた時に、例えば日本って、あの旭日旗もそうなんだけど、今度、うん、この間ね、フランスのワールド杯の、あの優勝した時の凱旋門パレードで、自衛隊が行ってね、旭、うん、日旗を持って行進したんです、戦闘行進。ね、でこれをどう言ったかって言ったら、まあ、左翼メディアと韓国は、ね、うん、震災があってこんだけ、ね、大事な時に自衛隊をそんなところで、ね、行かせて、ね、旭日旗持たせるのかって、震災は震災ですごくちゃんとやってんじゃん、うん、担当があってそれぞれちゃんと対処してます、言われなくてもって感じだよね、そうそう、これってなんだろうなって本当に思っちゃうんだよね、うん、俺もそれね、なんで日本そういう風になっちゃったんだろうなと思うわけ、うん、だから女性の、ね、うん、活躍とかそういうのはさ、それは活躍してほしいけど、うん、ね、能力がなかったら活躍できないんだよ、なんかね、お荷物になる、うん、活躍したいけどお荷物になるの認めなさいよみたいな、うん、そういう言い方だよね、はっきり言ってね、女性が大変なのはね、分かる、何が大変かったら、うん、あらゆることをやりつつお化粧もしなきゃいけないんだよ、うんうん、ね、だからそれを考えた時にやっぱり難しいと思うよな、うん、だからお化粧までしてさ、国会議員やって子供産んでってやったらできないんだよ、うん、だけど それと同じぐらいいろんなことやりたい人は子供産めないの、役割分担、そう、うん、だからね、そこは役割分担でどのぐらい割り切れるかってことで、その仕事は変わらないから、うん、その仕事に自分をついていけるように合わせなきゃいけないのに、そうそうそう、なんかその仕事をなんかボロなんていうのこう崩壊させて自分に合わせてくれはダメで、うん、甘えだから単なる、そう、ね、うん、だからアメリカとかだってさ、ね、子供とかみんなさベビーシッター自分で雇ってさやってるわけじゃない、うん、働いてる人は、ね、うん、で日本はなんでさそれだから、ね、それ考えてきた時に、うん、今から40年から50年前のね日本と今を考えた時、なんか今の日本ってすごくもう弱々のひどいあれになってるなと思うの、うん、なんかね、例えば戦争がね、うん、から70年経ってるから戦争に対してはさもう随分さもう劣化してていいはずじゃない、うん、それなのに未だにさ自衛隊がどうだとかさあだこうだ言ってるバカがいるでしょ、うん、ね、憲法改正がと、俺ね50年以上前60年ぐらい前の少年雑誌ね、うん、戦争漫画いっぱいだよ、あと少年サンデーとかマガジンの巻頭に世界最高の原子力潜水艦とか言ってアメリカ、うん、ね、で原爆以上のすごい水爆、水爆以上の中性子爆弾って言ってさ、うん、核弾頭の特集とかあって、ね、今でも覚えてるのが自然界のとかゼロ戦ハヤトとかさ、ゼロ戦レッド、うん、いっぱいね戦争映画があったの、うん、ね、昔あった忍者部隊月光っていうのも実は戦争時代の漫画だし、ケネディナイツとかね、ああいうような全部そういうような望月幸也とかね、ああいうのが書いてた人気漫画は戦争もんだったんだよ、うん、いつから戦争がいけなくなったんだろうっていう話だよね、うんうん、だから少年雑誌で育った俺たちの世代としては、うん、不思議だよ ね、 その当時まださもう戦争がどうだとか日米安保だとか言ってたその時代に漫画の世界ではそうだったんだよ、うんうん、だからおかしい、だから黒人問題なんかちびくろサンボがどうたらこうたらとかさ、ね、手塚治虫の漫画、手塚治虫もさそこでさごめんなさいやっちゃいけないんだけど書き直しをしてね、うん、要するに黒人で唇が分厚いさ丸くいう唇はさ差別だとか、でもさ似てた絵を描いたら差別ですかとかってね、風刺画とか、うんうん、だったらさフランスの風刺画で安倍総理のこと変な絵描いたらさ、うん、戦争しちゃうんでフランスと、うん、まあ、書くもんとかね、ただその絵を見て差別と騒ぐ方が差別なんじゃないのって思うけど、その通り、だってさ、うん、蝶々が飛んでんの見て蝶々を描いて蝶々ですそれ差別って言われたら何どうしたらいいのって、うん、だからまあね、今のその世界情勢の中で何かのそういうようなグループとか何かのイデオロギーが世界をおかしくしてることも事実なんだよ、うん、 そうね、それに真っ向から立ち向かってるのが、まあ、トランプさんだね、うん、現実的にはトランプ本当すごいと、ね、うん、トランプ本当すごいよやっぱり、だから日本はね簡単に言うと北は関係なくて南朝鮮化と中国の暗躍が大きいじゃん、 だ、ね、だからあそこに対することない限りはなんかさ日本にさいっぱい入り込んじゃってるからね、うん、だから本当にね日の丸とか旭日旗を持ってフィズム応援に行けないっていうさ、そんなおかしい、うん、あれはないでしょ本当 ね、うん、だから結局さサッカーやってたって旭日旗をファンが持ってたからって、ね、ペナルティーをさ球団じゃないからサッカーのねそのあれがさ受けなきゃいけないんだよ、川崎が持たれたら知らないけど、おかしいよ、おかしいでしょ、だって、うん、自分の国の旗を振って何がいけないの、うん、そうだから何どこの国の人、まず重要なのはね、どんなニュース見てもヨルズバっていうさ偽物のさ偽善的なテレ朝の、ネットチャンネルもあるけど、うん、あれなんかだってさ本当偽善なんだよね、うん、はっきり言えばさネットもくそもとにかく一番重要な問題ってさ憲法改正って何かってことを真剣に論じてみろって、うん、なぜ必要かの観点、うん、
で変な分かんないさ、あのネズミ男、ね、うん、あの世話の友達なんか出してさらけちゃったんで、やっぱりそこを考えた時に頑張りましょうってことで、また来週、はい、さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。